15歳の時、他人とつるむのを好まず、一人で動くことが多かった。ある日、仲間と行動せずに一人でいるところ、敵対視されているグループに捕まる。相手は13人。意味のわからない乱闘となった。最初は何人か倒したが、やってる間にもゾンビのように復活する。ドラマの喧嘩のようには倒れたままではいてくれない。それがリアル。さすがに手が回らなかった。最終的には4人がかりで腕と足をつかまれ、全員から顔面を死ぬほど殴られ、体に穴が開くほど蹴られる。それでも意地を張り続けた相手に散々吠えた結果、鼻は折られ、あばらもいった。鼻は未だに曲がったまま、尾骨が内側で飛び出し曲がっている。鼻を触るたんびにその時のことを思い出す。あの後、しばらく熱も引かず、ベッドで朦朧とする意識の中、悔しさと体中の痛みで眠れず、気が狂うほど、どうやって復讐するかだけを考え続けていた。